そこコは、ボスニア・ヘルツェゴビナの中央、ホイニチカ川とボスナ川の合流地点に位置する町で、ある。人口は、約1万7000人。首都サラエボとゼニザを結ぶ、幹線上に位置している。ボスニア・ヘルツェゴビナの構成体である、ボスニア・ヘルツェゴビナ連邦のゼニザドボイ県に属する、基礎自治体である。 1991年の国勢調査によると、ビソコ自治体の人口は46,130人だった。うち、ビソコ市外には15,310人の住民が、いたが、2006年現在、の人口は約17,000人と見積もられている。232平方キロメートルの面積を有する、ビソコ市は、オズレンやブラニツァズビエズダを含むボスニア中央。 山脈丘陵地帯に一七景学的に特徴的な谷などいくつかの特徴を有している。ビソコシエはアドリア海沿岸に向かって伸びる鉄道やサラエボゼニザを経由しきた続く特別道路によって各地と結ばれている。ビソコ周辺はかつて中世ボスニアの中心であった。オスマン帝国時代にビスコの町はアヤアスベグによって作られた。 オーストリア・ハンガリー帝国によるボスニア併合の後も、ビソコにはオスマン帝国の支配下一体で共通のオリエンタル様式を反映した当時新しい様式が残っている。はじめ、ユーゴスラビアのビソコは開発が十分に進まなかった。第二次世界大戦中、町自身は特に被害を受けなかった。戦後、社会主義体制のユーゴスラビア統治下で、 町は大きく発展を遂げた。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争当時はビソコの町も戦乱から逃れることはできず、4年間にわたってボスニア軍の支配下に置かれた。2006年現在、ビソコの町は豊かな歴史と文化の残された町であるが、戦乱による経済的損失は大きく、未だ回復しきっていない。ありがとうございます。